この番組はグルメサイト一皿の編集長と編集部がプロとして料理をこよなく愛する人々ディッシュアーティストをゲストとしてお迎えし、毎回テーマに沿った思い出や料理に対する思い、アイディア、また食のネクストトレンドを語り合う、スマホで有線だけで聞ける番組です。一皿編集部、原田彩香です。同じく松田舞子です。そして一皿の小西編集長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、5回目の放送となりました、一皿シェフズテーブル。なんだか気温もちょっとさ肌寒くなってきましたね本当だね。そんな季節にぴったり、今回もめちゃくちゃ暑いホットなシェフをお呼びしておりますよ。誰でしょうかそれでは早速お迎えしましょう。一皿シェフズテーブル。ここからは私、一皿編集長小西克弘が話題のシェフをお招きしてお話をお伺いするメインコーナー、料理を彩る人々をお送りします。今回は140文字で作れると話題を呼んだツイッターレシピなどの出版物をはじめ、テレビや雑誌にも引っ張りだこの多忙な日々を送る一方、母校である辻調理師専門学校の臨時講師も務めるオーギャム&トキョのオーナーシェフ、木下武正さんにお越しいただきました。お待ちしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お待たせしました。木下さん、はい、かっこいいなと思って見てたんですけど。ありがとうございます。木下さんってなんかこう、はい、このまま役者になっても大丈夫いやいや、そんな男前ですね。そんな感じの方なんですよね。はい、非常に熱い方で、簡単にプロフィールだけご紹介すると、はい、1972年の生まれで、調理師学校首席で卒業なさってフランスに留学をなさった。で、向こうでは三つ星のレストランで働かれて、戻ってきてからですね、大バカなるですね、ここを立ち上げ入店されて、で修行されてから、あ、有名なモレスクですよね、モレスクで、シェフをなさって、それから今オーギャマンの時を経営なさっているということで、はい、現在4店舗のオーナーとして店を切り盛りなさっています。私も何度か食事をさせていただいたことがあって、うん、とにかくその木下さんの料理っていうと、その鉄板料理っていうかね、はい、うん、非常にライブ感満載の料理で、うん、そのオーギャム&トキョの名前もいたずらっ子という ね、 うね、はい、名前で、まさにその木下さんの そのものというか、いたずらっ子ので本当になんか木下さんいたずらっ子だったらしくて、今日はなんかそういう話を、はい、最初聞かせていただいて、だんだんその木下さんの、うん、料理哲学というかですね、はい、そっちの方の話に持っていけたらいいなと思ってます。木下武正さんっていう名前で、はい、名前も異性のいい異性、はい、と征服する性というね、はい、異性よく征服した危険な名前ですよね非常に危ない名前ですよ、ね、危ない。モレスクって有名な、一緒がね台にある、はい、ところでカリスマシェフと言われていて、その時はあんまり本当マスコミ登場なさなかったですね。そうですね、一切取材拒否のお店でしたね、なさなくて、はい、まあ、それがブランディングだったんでしょうけど、なさらなくて、で今回はオギャマの時をやられてからは結構どんどん、そうですね、出ていかれるということですよね、はい、でやっぱり木下さんというと、このツイッターレシピなんですけど、はい、ツイッターレシピちょっと紹介していただいていい？はい、じゃあちょっと私の方で実際に作ったレシピがあるんですけれども、嬉しいですね、はい、バケットサラダ、はい、レシピの方紹介させていただきますね、うんうん、フランスパン半分を一口大にカットしてボウルに入れて、うんうんうん、完熟トマト1個、きゅうり1本、セロリ1本、トマトジュース1缶、オリーブオイル大さじ1杯、うん、塩小さじ1分の1、マヨネーズ大さじ1をすべてボウルであえて、よく冷やしてお皿に盛るだけの、うん、簡単レシピになっております。うん、そうですね。で、トマトジュースがパンに染み込んで、うん、夏にこうさっぱりして食べれるようなサラダになってまして、カチカチのちょっとバケットでやってみたんですけど、うん、戻ってすごく美味しかったです。何分ぐらいでできたんですか？もう混ぜるだけだったので、ね、はい、うん、3分ぐらいちゃちゃっとやって、すごい簡単、はい、時短レシピですね、はい、冷やしておけばあとはもう食べるだけです、うん、そうです、うん、
その本だから僕もねそのこっそり読んでこっそりこっそり使ってたんですよ。非常に、うん、いいですよね。その短い言葉で、はい、もう一瞬にして分かるみたいな、うん、だからそのアイデアもすごいいいし、うん、すごい売れたんですよ。こうそうですね、うん、まあこうまあ、ツイッターレシピもそうですし、うんうん、先ほどの鉄板がうちの売りだみたいな話もあるんですけども、はい、全部うちは狙ってなくてですね、うん、ツイッターレシピをまず出した理由っていうのも、うんまあ、お客さんからの要望というか、うん、あるその広告をやられてる方が、うん、企業から依頼を受けて、まあ、たまたまそれはウイスキーの CM だったらしいんですけども、うん、まあネット上での広告をしたところ全く鳴かず飛ばずで、どうしようと。でその人がうちの常連さんでいつもは元気な方だったんですけど、うん、まあちょっとこう落ち込みながら一人でお酒飲んで食事して、うん、どうしたのらしくないね、うん、元気ないねって言ったら、いやこういう理由で誰もそのネットを見てくれないと、うん、いやウイスキーだけでなんか見る人なかなかいないと思うから、うん、もっとこう女性にも見てもらえるように、うん、例えばそれに合うつまみとか、うんそういうのを載せて開いてったら実はウイスキーの CM だったみたいな、そんなのどうなのって言ったらもう予算が使い切っちゃったんでないと。でちょうどその頃このツイッターっていうのがこれから来るぞみたいな、それまでまあミクシーとかそういう感じだったのが、その人がそういう話をして、で僕はもう全然そういうアナログの人間なので、ツイッターって何言ってとこからスタートで、いや140文字でまあ不特定多数の人たちに公開できるサイトがあって誰でもできると。でもしよかったら木下さんちょっと協力してくんないかと。じゃ まあいつもお世話になってるし、じゃあ1週間に1回だけ僕写真撮って140名の収まるようなレシピをあげるからちょっと管理してくれるって言って始めたんですよ。そしたら1週間ごとに1万人ずつフォロワーが増えてきちゃって、すごい、はい、でもその1万人の凄さが僕は分かってないので、いやすごいよすごいよって向こうは興奮して、そしたらそのフォロワーの中に何社かこうやっぱりその編集者の方たちがいらっしゃって、この企画すごく面白いんで本にしませんかと。でじゃあぜひやりましょうでやったところ、うん、大きな震災が来たりとかして、うん、そのツイッターのフォロワーの中の人たちが、うん、実はまあ私たち震災して、うん、でいろんな方たちから物資が送られてきて、うん、でありがたいんだけども、うん、ほとんどやっぱ豚汁と、うん、そのおにぎりの炊き出しが多かったらしいんですね。で飽きちゃったと、うん、でも家にはこういう缶詰がありますとか、うん、乾麺がこれだけ残ってますと、うん、木下さんのアイデアでなんか面白い食卓を作ってくれませんか。はいはい、で今度はそれにガーッと書き込んで、うんうん、そしたらこんなのできました、あんなのできました、うん、と。そうすると僕らもあの震災で何かしてあげたいって思いがありながらも、うん、実際向こうに行くこともできなかったし、うん、でも自分の料理人という仕事が、うん、あこうやって人に、うん、なんか役立つんだなと思ったら、うん、なんかすごく意欲が湧いてきて、うん、もっともっとじゃあこういう簡単に、うん料理って難しくないんだよと、うん、あるものでも考え方によってはすごく楽なんだよっていうのを、うん、まあ広がればいいなということでやってたら爆発的に売れまして、うん、はい、そういう本ですねこれはね、うん、ちょうどなんか時代がそういう時代で、まあ、たまたまそういうね震災があったりとかしたんだろうけれども、うん、そうですね、うん、それででもなんか僕なんか思ったのはレシピって、うんあんまりこう公開しない人が多いっていうか、なんて言いますか、その秘伝のなんとかとか言うじゃないですか。で芸は盗めとか言っちゃったりとかして、はいはい、なかなか教えてくれない、はい、でも木下さんはオープンですよね、はい、それは何ですか、自信ですか。いや自信とかじゃなくてですね、まあ僕がついたシェフたちっていうのも皆さんやっぱ素晴らしいシェフが多くて、どんどん教えてくれるんですね、で自分から盗んでいきなさいと、そして自分のものにしなさいという考え方の方が非常に多かったんですけど、僕もやっぱりコピーはやっぱ所詮コピーだと思ってまして、まずはコピーすることからスタートで、その後にオリジナルを作ることで、まあ、師匠を抜くことができると思うんですけど、なかなかやっぱ皆さんその師匠とずっと横並びで同じやり方をすると同じ味で、まあ、これはこれで素晴らしいことだと思うんですね。でも僕はもう飽き性なので、どんどん公開して真似してくれと。で僕はさらにその先を行くよっていう、自分で自分をプレッシャーかける意味でもあえてこう皆さんにスペシャリティを教えますし、実際うちのトウモロコシのムースなんていうのはやっぱすごくもう何十年も皆さんに愛されるメニューなんですけど、
これをうちの店で使いたいんですけど、うん、作っていいですかって言うともう全部僕すぐ教えちゃうんです。その店の看板メニューで雑誌とかに載ってる場合もあるんです、うん、お客さんにあれ載ってたけどお前いいのかって言われて、うん、もう全然いいよ、うん、やれやれと、うん、そういう感じですね。今日もなんか全然それに載ってないツイッターレシピ、うん、新しいレシピをご紹介くださって、うん、はいはい、まあ先ほど言ったみたいに、うん、あるものをしっかり頭の中で理解することで、はい、まあ、簡単に料理はできますよということで、うん、代表的なのは、まあ、ホワイトソースですね。グラタンを作るときに、うん、じゃあベシャメルソースを作ろうと家で考えて、まあ、レシピ本を開きましたと。その粉が何グラム、バター何グラム、牛乳何 cc と出てくると思うんですけど、この計量する作業でもう嫌になっちゃうと。だったら、ね、その食材が全部入ってるものなんかないかなっていうことで対案を考える、うん、そう、たまたま食パンが、ありまして、この白い部分ですね、全てが入ってるんですね、うん、なのでそれを沸かした牛乳の中に白い食パンの部分をポンと入れてミキサーにかける。そしたらもうこれでホワイトソースの出来上がりなんですね、うん、はい、すごいですよね。そこまで考えがいかないんですよね、発想がね、うん、でそうすると料理ってすごく面白くて、分解しながらものを見るようになるんですね。例えばお蕎麦屋さんに行って鴨南蛮そばをこう食べますと、で今皆さん同じ鴨南蛮そばが頭に浮かんでると思うんです。細く切られた麺があってスープが張られて、焼いたネギと鴨の焼いたものがこうスライスされて乗ってると、これが皆さんの頭の中だと思うんですけど、僕になると、僕の目で見るとこの細い麺をじゃあ平らに板状に伸ばしたらもう世間はお蕎麦と言わなくなるだろうと。でこれをフランス料理に置き換えてみようって言った時に、さっきの鴨をミンチにしてみようと。ミンチにして板状にした蕎麦でラビオリみたいに包んでみよう。で和ネギを焼いたやつではなくて、我々フランス料理だったらポロネギみたいな太いネギありますね、あれを、まあ何でしょうね、寸胴型というか、あのカットしたところにラビオリを1枚ポンと乗せて、コンソメスープを張って、ネギの細切りをフライにしたものをチリチリっとこうかけると、見た目は全然違うフランス料理が出来上がるわけですね、でも食べるとあれ鴨南蛮そばだって考えると、もう全て料理ってできてしまうんですよね。楽しいですよね、はい、そういう風にしてね考えていくとね、ね、まあ、そういう木下さんなんですけれども、じゃあ なぜそういうふうに料理の世界に入っていかれたかっていうのをちょっとお聞きしていきたいと思うんですけど、もともと東京で生まれになられて、はいはい、どんなお子さんだったんですか、小さい時。そうですね、はい、東京都の多摩市という、はい、まあ、割とその東京都の中でも外れの方にある、まあ、結構こう森に囲まれた、綺麗に言うと本当ゴルフ場のど真ん中に家があるような、昔天皇陛下、明治天皇が狩りをされたっていうところで、明治記念館っていうのもありまして、割とこう自然保護区に認定されている場所なんですね、なので本当に緑に囲まれたのどかなその場所 でそこでまあガキ大将ですよね、小学校の頃はスポーツも結構やってまして、野球少年であったりとは言っても、あの頃はもうキャプテン翼の時代なので、こうやっぱサッカーやるとモテるんですよ、じゃあ俺もサッカーやろうみたいな感じで、野球やりサッカーやり、もうとにかく遊び回ってるような子で、まあ、それがまあ小学生ぐらいまでですかね、でまあクラスでも何かやると、まあ、タケちゃんタケちゃんって呼ばれてたんですけど、タケちゃん何やんの、俺これやるって言うと、もうみんなクラス中が、じゃあ俺も俺もみたいな、まあ、そういう小さい頃からなんかちょっとやっぱりそう目立つ人っていうか、リーダー格っていうか、そうですね、なんかこうやっぱりこう勇ましかったんですか。いや、そうですね、今こんないかついんですけど当時はですね、ひょろひょろっとしてまして、ちょっとジャニーズっぽかったんです。そうです、はい、そっち行こうとは思わなかったんですか。いやいや、近所のおばちゃんとかにはよく言われたんですよ、タケちゃんもなんかタレントさんになりなさいなんて、でも全くそういうの興味なくて、僕の中では野球選手になりたいとか。後輩だったんですね。そうです、ちょっとね、はい、なので男ばっかりの集団で、女の子来るとなんかすごい照れちゃうんですよ、異常に優しくなるというか、うん、でもその近所のね、そのタケちゃんがちょっと悪く、はい、悪い道行っちゃったりとか。そうですね、なんでちょっとそっちの、まあ、これはですね、このガキ大将が中学校に上がると、まあ、その頃、縦社会っていうのが小学校まではなかったので、ちょっと年上でも何々くんとか何々ちゃんとあだ名で呼び合っていたのが、そういう人たちが先輩という立場になった時に、
まあ小学校6年生で今までの感覚で中学校に入って、うん、相変わらずその先輩とは思ってない喋り方で、うん、何々くん久しぶりなんて声かけたら、お前ちょっと来いお前先輩になんだその口の利き方って言われて、それでも僕はキョトンとしてて、え、あんなに仲良かったのに、なんでこんな仰々しいのと、っていう素振りをしたら、お前生意気だと、でしかもお前ちょっとね目立つし、ちょっと来いって言われて、まあ先輩の学年上の学年連れてかれて便所に入れられて、10人ぐらいですかね囲まれて、まあいわゆるヤンキーと言われる人ですよね、ボッコボコにやられていきなりですか、で悔しいのと、そのなんか納得できないのと、あんなに仲良く遊んでたあの人がなんで俺にそこまで敵対するのかなっていう、だんだん腹立ってきたんですね、その1時間ぐらい経ってから、こんなんかあいつ俺は助けてやったことあんのになとか、別に学年上っていうだけでなんであんな偉そうにって思ったら、たまたま同じ学年でもう幼稚園からずっと一緒にいるやつが僕のこう顔にあざができてんのを見て、どうしたって、いやこうこうこうでねって言ったら、なんだよそいつらやっちまうぜってなって2人で授業中抜け出して上に上がっていきまして、で先輩のクラスガラガラっと開けて仕返ししに来ましたっつって、したらもうそれも学校中に噂になるわけですね、あいつなんか1年生で変なやつ来たぞと。でその辺ぐらいから徐々にその別にグレようと思ったわけではないんですけど、来たらやり返す、もうこれの繰り返し でちょうどその時にビーバップハイスクールが流行り始めて、まあ、ちょっとだけズボン太くしてみようかなとかこの髪の毛茶色くするのってあれどうやってんだ、なんかオキシドール塗るといいらしいぜとか、コーラかけて、ね、ドライヤー当てるとちょっと赤っぽくなるらしいぜ、でもみんなオキシドール買って、みんなんちでねこうバーッとドライヤー当てて、お黄色くなったぞとかこんなことやりながら、そしたらさらに次の違う中学校から目立つやつがいると、まあ、これでどん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 その組織が大きくなってって、気づけば抜けられない集団の中に入っていたみたいな感じなんですよね、じゃあ、まあ、中学からちょっとぐれちゃって、高校もちょっとぐれちゃってみたいな感じだったんですか。で、まあ、多分その頃の武勇伝っていうのもいっぱいあって、皆さん知ってる人もいっぱいいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、ちょっとだけ披露していただいていいですか。そうですね、まあ、武勇伝っていうかあれですけども、やっぱりね、その団体が大きくなればなるほど、ちょっと僕らが立ち打ちできない、まあ、言ってみれば、なんでしょうね、もっと上の先輩たちの集団とか、そうすると組織に入らないと、もうケツ持ちがいないと喧嘩できなくなっちゃったりするんですよね。でもそういうところに安易に入っていくと、やっぱりこう抜けられなくなりますし、そうですね、やっぱ電車に乗ってる時に、お前何々高校の何々だろうと声かけられて、そうだよって言うといきなり殴られたりとか、そうすると木下を潰すと名前売れるっていうのでやられることもありましたし、でそのもう常にピリピリしてて、もうキョロ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 して、でそのうちにその辺一帯がもう木下がこうなんでしょうね、歩いたらさーっと避けるようなぐらい名前が売れて、でも実際自分は自分から喧嘩しに行くことも一切なかったし、売られた喧嘩だけ買ってたんですね、でもちろん同じ学校の女の子が違う学校の子に声かけられて、でこういじめられたりすると、なんか正義の竹ちゃんマンみたいに登場して、お前うちの学校の子に何やってんだと、まあ、そういうぐらいのやつだったので、別に一般の子から怖がられてるわけでもないし、普通におーって話しながら帰ることもあったんですけど、まあそういうのって一回その5人ぐらいに囲まれて、それをこうのしちゃった時に、よそで聞くとその話が尾びれ背びれがついて、20人と木下やったらしいけど、30人に相手にみたいな大げさになっていくわけですね。でその頃僕はそういうのに憧れてたので否定しなかったんですよ。そうなんだ、おーとか、でまあなんかそういうのがどんどん大きくなって、そうですね、大きくなりましたね、まあ、でも基本的な熱い方なんですね。そうですね、熱いで、それでなんかこう悪をしようと別に思ってるわけじゃなくて、全然思ってないですよ。でもまあ売られたものはやっぱりなんかしようというような、そうですね、まあ、そういう方なんですよね。そうですね、でただそういう方が、
料理の世界に行かれたんですよね、はい、まあ、そのこのきっかけっていうのはどういうようなまあ、料理人になろうと思ってたわけではないんですけど、まあ、たまたまやっぱそういう悪いことやってると警察に捕まることもあるわけですね。で警察に捕まって毎回のように親が呼び出されて、でまあうちのおふくろなんかは割とこう明るくて元気で、で近所の子たちにも竹ちゃんのお母さん来たみたいな感じ であんたたち来なさいっつって飴配ったりとかするような明るいお母さんだったんですよね。でいわゆるその小学校ぐらいまではガキ大将とは言っても勉強そこそこできてスポーツ万能だったので、お母さんからすると結構自慢の息子だったと思うんです。それが中学校上がって高校になるとこう後ろ指刺されるような感じですよね。もう髪の毛は完全にリーゼントになって金髪になって、もうそのまんまビーバップの格好をして歩いてたわけで、そうするとなんかタケちゃん変わったわねなんて言うと、ちょっとお母さんからすると自慢の子ではなくなったと思うんです。まあ、それでも息子のことはすごく信じてくれてた母親だと思うんですけど、まあ、ある時その警察に捕まって、でまあ家庭裁判所みたいなねところに行った時に、まあ、面会に来るわけですね。でまあ、おふくろが警察に、すいませんうちの息子がなんて頭下げながら、涙うるうるしながらこう謝りながら来る姿を見た時に、頭下げた姿をこう久々に僕見たんですけど、まあ、あの頃ほとんど家帰ってなかったので、お母さんをまじまじと見たのもすごい久々だったし、なんかおふくろ痩せたなと思ったり、髪の毛に白いものが見えるようになったなと、これって俺のせいなのかななんて思ってたら、ボッコボコ頭の上の方に10円ハゲができてみて、これは俺のせいかなと思ったんですね。でそれでもおふくろは自分のために頭を下げて、でしかももちろんさっき言ったように僕が手出したとは言っても売られた方の喧嘩なので、今から言えば正当防衛なのかもしれないですけど、やりすぎちゃうとやっぱ過剰防衛になっちゃいますよね。で相手側の被害者のご両親にも頭を下げて、場合によってはお宅の息子どうなってんだっておふくろにも言われてるわけですよね。でもまあずっと謝り続けてるおふくろを見た時に、もういい年だし俺辞めなきゃなという思いになったんですよ。でも辞めた後何を目指していいかも分かんないし、どうしていいか分かんない時に、まあ、ある先輩が自分にお前辞めたいんだったら協力してやるよと、で何やりたいか考えろと、で考えても分かんないですって、じゃあ本読めよって言われて、本つったってお前みたいなバカはね絶対小説読むようなタイプじゃないと、何でもいいんだよ、例えばこういう雑誌なんつってバン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 とこうペラペラめくってみろと、そしたらまあこうバイクが好きだったりとか、やっぱ車乗ってたりとかしてたので、やっぱ機械的なそういう工業の本とか見てたんですけど、いやなんかこう精密機械をやるような計算とか俺できねえしななんて思ってすぐ飛ばしたんですよ。でなんかこれも違うこれも違うって言ってたら、最後の本にその料理の専門学校の、君も料理の東大へ来ないかみたいなキャッチフレーズ、名コピーでしたねあれね、はい、で辻調理専門学校さんという、それが東京校オープンと、でここで頑張るとフランスに留学ができますみたいなのがドーンと載ってて、でフランスのお城に日本人のコックさんたちがこうスクラム組んでニコニコ笑顔で僕たちここで楽しんでますみたいなのが見えた時に、まず一つ思ったのはもう日本にいたくないって思いもあったんですね。なんかやり直すには思いっきり遠く行っちゃって、なんか今までの自分を知らない世界でなんか一回自分を切り替えたいと、しかもやっぱその当時っていうのはもう常に女の子にモテることばっかり考えてないので海外留学なんて言ったら響きいいよな、フランスだしみたいな、で僕らのねそのフランスの留学してきた子なんて聞いたら、もうどっかのお坊ちゃまかお嬢さんしか考えられなかった世界が、俺もそれに入れるのかなと思ったら、結構そういうすごくなんかダメな考えでそこに行きたいと思っちゃったんですよね。でもまあね、その組織辞めるには非常に大変だったので、まあその辞める時に、一緒に辞めてくれた仲間とかそういうおかげでね、その組織を辞められて専門学校に入学できて、まあ、その時に父親に、お前のために一緒に辞めてくれた幼馴染のこととか、まあ、そういうの絶対忘れちゃダメだぞと、で、まあ、何千人というような組織の中にいた人間がねそこを辞めて、
まあ、あの一一般人として専門学校に通うけども、うん、その専門学校の入学人数に300人だろうと、うん、だったらお前そこで意地見せて1位になってみろと、うん、で1位になって初めて、うん、あの俺はお前を認めてやるし、うん、今まで散々お母さんに迷惑かけたことを許してやるから、うん、それまでは俺はお前の料理も食べないし、うん、お前が料理長としてレストランの本当一国以上の主になるまでは、うん、お父さんはお前の料理は食べないっつって、うん、行ってこいっつって行かされたんですよね、うん、はい、さてちょっと面白いところで、面白いところですが、はい、これからちょっともっと面白くなるとね、そうですね、じゃあまた次回にお話を聞いていきたいと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ひとさらニュース、ここまでは木下シェフをお迎えしてお送りしました。高校生までは喧嘩が多いやんちゃな時代を過ごされた木下シェフでしたが、お母さんに迷惑をかけている自分を変えようと決意したことがきっかけで、何か自分が頑張れるものを見つけようと決意します。雑誌に載っていた辻調理師学校の広告を見て料理人への道へと進むというところが今回の放送でした。警察にお世話になった時に自分の代わりに頭を下げてるお母さんを見て、もう迷惑かけるのやめなきゃいけないなと木下さんが思ったエピソードのところ、私はぐっとこみ上げてくるものがありました。そうだね、ちょっとうるっとしてしまった、はい、しましたね。だね。そんな木下シェフが調理学校に入学しようと決意し、果たして更生したのかどうか、次回はそんな調理師学校時代のエピソードからお送りします。次回もお楽しみに。それではここからは食に関するホットな話題をご紹介するひと皿ニュースをお送りします。はい、それでは今回のニュースです。日本の国民食カレーの裏話。カレー大好き。はい、カレーライスに関して一番古いレシピは明治5年刊行の西洋料理指南、西洋料理通です。そのレシピに登場する野菜は玉ねぎではなく、なんと日本の長ネギでした。また不思議なことに、カレーの肉が牛肉であるか豚肉であるかは東西ではっきりと分かれています。もともとは東京、大阪とも肉食は牛肉からスタートしていますが、日清、日露戦争の際に牛肉が枯渇したことから、東京では主に豚肉が使われるようになったようです。東日本では豚肉、西日本では牛肉の傾向が強いと言われています。へえ、知らなかったですね。はい、玉ねぎじゃなくて長ネギ、そうですね、ですね、はい、それもびっくりなんだけど、はい、いや、カレーはね、牛肉でしょ。あれ、牛肉ですか。うちは岡山県出身なんですが、はい、牛肉でしょ。あー、やっぱり西日本の方は牛肉なんですね。そうだね、牛肉、はい、確かに東京のカレーは豚肉かな。そうですね、私は山形出身なんですけど、うんうんうん、うちもあの豚肉だったので。あ、本当、はい、東京は肉じゃがも豚肉ですので、それも初めて知った時は衝撃でした。そうなの。はい、そうです、東京は豚肉で出してます。牛肉でしょ。面白いですね。はい、いや、地域グルメのネタはちょっと面白いですね。そうですよね、まあ、他にも地域によって違う食べ物がいっぱいありそうだね、うん、きっとそう思います、うん、また発見したらご紹介しますね。はい、そろそろ別れの時間になりました。これからも食のネクストトレンドを発信していきますので、皆さんまた聞いてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。